日本エネルギー管理センターの吉田と申します。本日は3月の13日に行いました機械基礎特訓コースという弊社で行っております補習講座の、解説しきれなかった問題について、抜粋してやっていきたいなと思っております。で、今回残っているのがですね、誘導機と同機器それぞれ問題がありますので、こちらの解説の方をしていきたいと思います。まずは、この平成3年の問題からいきます。まあ古い問題になります。はい、こちら問題の方を読みます。3層誘導電動機がある、60Hz の電源で運転したところ、滑りが 5% であった。トルクは 500Nm を示し、二次入力が 62.8kW で、この時の電動機の極数はいくらかということですね。はい。で、まあ、実際に試験受けられるときもですね、与えられている、数字はまず、分かりやすいように印をつけていただいて、どの公式を適用するのがいいのかというところが、いいかな、そういう練習を、こういうときからしていただければいいかなと思います。で、今回二次入力が与えられておりますので、同期ワットという公式あります。オメガ ST ということで、この角速度が、はい、同期速度の回転数を60で割ってトルクと、はい、これで表すことができるんですね。で、ここからですね、式変形をしてあげて、同期速度イコールというふうに置いてあげます。はい。で、ここまで来ると、それぞれ与えられている値がもう、ありますので、それを代入してあげると、まあ、ここはもう、値を小さくしてあげて30にすると、はい。で、二次入力は 62.8kW と言ってますので、10の3乗と。で、トルクは、500と言ってますので、500π というのが分母になります。はい、まあ、こういった形になりますね。で、まあ、これ計算しますと、1200パーミニッツと、はい、いう形になります。これは同期速度になりますね。で、あとはですね、同期速度の式にですね、この回転数を入れてあげると、今周波数が 60Hz と教えてくれてますので、60を入れてあげます。で、今わからないのはこの P になりますね。はい。で、まあ、この式の状態でもここは消せてしまいます。はい。で、これはもう、ごめんなさい。こっちが中じゃないですね。失礼しました。こっちが中ですね。はい。で、まあ、これはもう、式変形するまでもないんですけども、はい、こういった形になりますので、極数は6という形になります。はい。まあ、これぐらいのレベルでありましたら、取れなきゃいけないレベルの問題になるかなと思います。じゃあ、次行きたいと思います。平成5年の問い12ですね。はい。じゃあ読み上げていきます。低角電圧 200V、低角出力 3.7kW の3層誘導電気ある。全負荷において力率が 80%、 効率が 83%、 この電動機の全負荷電流の値として正しいのはどれかというふうに言っております。はい。で、まあ、この誘導電動機の問題ですけども、まあ、全負荷電流、求めるということで、まあ、効率が今与えられておりますと。はい。なので、今低角出力に対して効率が与えられているので、入力の方を出していけばいいのかなというところが思いつくといいかなと思います。じゃあ効率というのは入力分の、はい、インプットという形で i で書かせる入力分の出力と、はい、これが今 0.83%83% と言っておりますと。はい。ということは入力っていうのは、はい、今上で 3.7kW って教えてくれてますので、これを 0.83 で割った値っていうのが入力になりますよねということで、これが 4458W という形になります。はい。で、あとは端子電圧、要はこの電動機にかけている電圧が 200V というふうになりますので、はい、これは VI コサインシータ、このまあ、よく使い慣れるで、使い慣れているですね、公式に入れていくと。で、これを i イコールにしていくんですね。はい。はい。で、200×
力率は 0.8 と。で、これで計算しますと、だいたい16アンペアという形になりますので、答えは2番と。はい。まあ、この問題もですね、比較的平成の29年くらいですかね、同じような問題が B 問題で出題されておりました。はい。まあ、一つパターンとしてですね、電動機の、負荷電流を求めるといったときには、こういったふうに効率を使えるというのを一つ、パターンとして覚えていただければいいのかなと思います。そこに気づければですね、計算量も全然ない問題になりますので、得点源になるかなと思います。はい。じゃあ次いきます。平成10年の問題ですね。はい、こちら読み上げていきます。定格周波数が 50Hz、4極の3層誘導電の機あり、トルーク 100Nm の負荷を持って、1440で運転していると。はい。で、負荷トルクが 50N に変更したとき、はい、電動機の出力はどうなるかと。で、このとき、これが重要ですね。はい。滑りとトルクは比例するものとすると、いうふうに書かれております。なので、トルクのこの変化、この関係性で、この50Nm の時のトルクの、滑りを考えてあげるということになります。まあ、これが比例の関係にあるというふうに、この問題は解いていきます。はい。で、もう誘導機の問題かなり慣れている、いらっしゃる方であれば、まあ、50Hz の4極って言ったら、はい、もう同期速度は、1500パーミニッツだよねと。はい。まあ、それかもしくは、はい。まあ、これもざっくりになっちゃうんですけどね。1440って言ってるのに、やっぱりそれから、定格に近いところと言ったら、1500が妥当なのかなっていうところが、ちょっと見えるところもあるかなと。はい。まあ、めちゃめちゃ短縮になるだけでもないんですけども。で、滑りっていうのは、同期速度から、実際の回転速度を引いたときですね。はい。で、これ計算しますと、はい、4% ということで、まあ、0.04 という形になります。で、このときに、50Nのときにどうかなというふうに考えますと、トルクに比例して、滑りというふうに考えますので、トルクが2分の1になったと。トルクが2分の 1t になったと。ということは比例してますので、滑りも2分の1になりますということなんですね。はい。滑りダッシュ。つまり、これは 0.02。まあ、2% になるってことですね。はい。で、これを使ってですね、オメガ t に、この時の回転数で、各速度を代入してあげると。1500。かける 0.98 ですね。はい。で、60と。で、かけるトルクが50と言ってますね。50ですね。で、この時の出力というのが、はい。7697W ということで、今、キロで聞かれてますので、7.7kW と。はい。なので、答えは2番という形になります。はい。まあ、電検においてこの比例の計算は避けられないのでですね、ぜひこういった問題でどんどん慣れていただければと思います。はい。で、次がですね、平成1年の問いの23。はい、こちらの問題。またこれも古い問題になりますね。定格出力 7.5kW、定格周波数が 60Hz、回転速度が1730の4極加護型の酸素誘導電の機があると。で、30Nm のトルクを要求する負荷を接続して運転しているとき、回転下に生じる損失はいくらか。はい。で、滑りトルクはまた比例すると言っております。はい。まあ、結構正し書きが電検は大事だったりするんで、ちゃんと見落とさないようにしていただければと。で、機械損は無視と言っております。まあ、回転子の方で、まあ、回転子が回ることによって発生する風損とか、時空系の方で発生する摩擦損とか、そういったところの損失を機械損というふうになりますけど、それを無視というふうに言っております。はい。じゃあ、こちらの問題やっていきます。はい。まず、今、1730、定格の時の
定額の時の滑りを出していきます。はい。で、今、ちょっと同期速度を真面目に入れてみますけども、はい。1800パーミニッツという形になります。これは同期速度ですね。はい。で、実際に運転しているのは1800ではなくて、1730。これが定格の回転速度と言ってます。で、同期速度で割ったのが滑りになりますから、はい。これをすると 3.89% という形になりますね。なので、まあ、0.0389 と。はい。で、先ほどと同じようにですね、はい。トルクと、滑りが比例するというふうに言っております。ただ、今回は先ほどのように、運転状態トルクを教えてくれていないので、定格の時のトルクを出す必要があります。はい。ちょっと書ききれなそうなのでノートの方に行ってしまいます。はい。じゃあ定格の時のトルク。これは、オメガ PN。オメガ T が変形してですね。はい。で、定格出力が 7.5kW なので、7500と。で、2π の定格の回転速度が1730。で、これを60で割りますと。はい。で、まあ、整理できるところを整理してあげてという形で、はい。はい。で、これを計算しますと、41.4Nm という形になります。で、これが定格のトルクになります。はい。で、定格のトルクが出ましたので、はい。比で置いてあげます。これ、定格の滑りということで M にしておきましょう。はい。で、今、S ダッシュという滑り、まあ、30Nm の時の滑りですね。はい。これを出していきます。で、先ほど求めた 3.89% の滑り。これが定格の時ですね。はい。で、これが定格の時のトルクに対して今 30Nm になりましたと。はい。で、これ計算しますと、はい。30Nm 時のトルク、滑り、ごめんなさい。滑りが出ますと。はい。で、この時の、はい。この時の回転シナに生じる損失で、機械損は無視されておりますので、同損になりますということですね。なので PC2 になります。同損ということで PC2 ですね。で、PC2 は SP2 ですね。二次入力に滑りをかけたものですね。はい。で、これは、オメガ ST とも置けますと。はい。で、これ計算しますと、0.0282×2π かける、今、同期速度の回転数は1800です。で、これを60で割ると。はい。で、かける、今、30Nm ですね。運転状態は。はい。で、これを約分してあげて、これも消してあげてという形ですね。はい。で、残ったのを、電卓で計算したわけですね。これをやりますと、だいたい 159W ということになります。はい。で、回答が、はい、1番という形になりますね。はい。はい。まあ、定格付近で、運転しているところについてはですね、誘導電動機では、トルクと滑りを比例して考えるというのはよく用いられますので、ぜひ、この文言というか、まあ、計算にも慣れていただければなと思います。まあ、誘導電気でこのトルク特性がこういった形になりますね。はい。で、定格付近がだいたい、まあ、ごめんなさい、ざっくりですけども、こういう付近になった時にですね、トルクが、こちらの方の軸に、縦軸に。で、滑りというのが横軸にありますけども、滑りというのは停止の時に1ですね。停止の時に1。で、
同期速度で一緒になった時に滑りはゼロです。なので、まあ、こちら側に行けば高くなるんですね、値としては。はい。なので、トルクは上昇して、滑りも上昇方向ですね、こっちの方向に。はい。こういった時に、これはトルクと滑りが比例している、この範囲ですね、この範囲。で、見てるということですね。はい。じゃ誘導器としては、あ、結構ありますね。はい。平成24年度の問題に行きたいと思います。はい。割合最近の問題になってきました。こちら読み上げていきます。酸素誘導電動機があり、一時巻き線が15オーム、一時側に換算した二次抵抗が9オーム、滑りが 0.1 の時、効率の値として正しいのはどれかと。はい。で、零次電流は無視できますと。で、損失については、一時と二次巻き線の同損しかありませんというふうに言っております。はい。なので、まあ、この抵抗のですね、比率をうまく使って、一時と二次のこの抵抗の比率をうまく使って、効率を導き出してあげるという問題になります。はい。じゃあ、これがですね、平成24年の、問いの4と。で、今回ちょっと初めて書きますけども、誘導電動機の等価回路ですね。で、今、0時は無視するって言ってるんですけどもね、一応書いておきます。で、今言っているのが、一時巻き線の抵抗ですね。はい。で、二次巻き線の抵抗。はい。で、今、ここを無視するというふうに言ってますね。0時電流を無視すると。はい。で、今分かっているのはこの R1 と R2 ですね。はい。まあ、ここは出力の位置になりますね。はい。で、ここからですね、それぞれの動損を見ていきます。効率を考えるということは、やっぱり損失を考えなきゃいけないので、はい。まあ、ここからこう熱として動損、熱として出ちゃう。で、気をつけてください。3倍になりますかね、3倍。まあ、これは、この問題では値としてはあまり関係ないんですけども、もし、数値出す場合にはこの3倍が、忘れがちなので注意してくださいと。はい。で、PC2 の場合は、I 事情。で、ここが、ミソですね。同じ電流ですね。同じ電流。なので、はい。この、それぞれの、比率というのは、はい。ここ同じなのね。3倍の3倍のと同じなので、こういうふうに考えられるよね、と。はい。抵抗の比率と一緒ですよね、ということがわかります。で、これ、効率というのは結局割合なので、今回この出力を1、まあ、単位法になっちゃいますけど、1。まあ、1として、ちょっと考えてみましょう。1として考えてみましょう。はい。じゃあ PC2 っていうのは、はい。SP2 で表せます。これ公式ですね。はい。で、出力で表すと、1-S 分の SP0 というふうに表せますと。はい。で、今、上でですね、はい。これを、出力を1というふうに置きましたので、今この状態ですと、はい。こういう状態を表せますと。で、問題の方で今、滑りは 0.1 というふうに言っておりますので、0.9 分の 0.1 ということで、はい。0.111 と。いう形にしたいと思います。まあ、これはあくまで出力1に対しての PC2 の割合という形になりますね。はい。で、次。PC1 ですね。はい。で、PC1 っていうのは先ほど求めたように、はい。抵抗のこの割合に PC2 で求まるよねと。はい。なので、
それぞれ抵抗は9オームと15オームと与えられております。はい。で、これに対して、これちょっと入れちゃうと、実はこれ、削っているので、分数でやった方が正確な値が出ます。はい。で、81分の15と。で、これ計算すると 0.185 という形になります。これはまた同じように、出力を1と置いた時の、1と置いた時に、まあ、要は 18.5% ということですね。導損、一次導損が。はい。で、ここまで来れば、はい、効率というのは、入力部の出力100と。はい。で、入力というのは出力に、まあ今、損失がもうこれ、導損のみと言ってますので、こういう状態かけますと。はい。で、かなり丁寧になりますけども、はい、P0 は今1と置いて、はい。で、1と置いたときに、導損、二次導損は 0.11、あ、これ、ごめんなさい、揃います。はい。一次導損は 18.5%。二次導損は 11.1% という形になりますね。こういう形にできるんですね。はい。で、これを計算しますと、ごめんなさい、かける100ですね。かける100。かける100。はい。で、これをしますと、パーセンテージで 77% という形で出てきますと。はい。まあ、パッと見ですね、つらつらなんか式変形をしているように難しそうに見えるんですけども、考え方としては、出力を1と置いたときに、それぞれ1次導損と2次導損が何パーセントになるかなという形で考えてあげれば、まあ、割合解きやすくなるかなという形ですね。はい。まあ、今までの問題のようにですね、しっかりと値が出るわけじゃないので、なかなかやりづらい部分があるんですけども、取っかかりがちょっと難しいかなというふうに思います。はい。で、それでは誘導器についてあと2問になりますね。はい。これも比較的新しめの問題になります。平成22年の問い4。極数4の 50Hz、巻き線型でありますと。全負荷時の滑りは 4%。全負荷トルクのまま、この電動機の回転速度を 1200mph にするため、2次回路に挿入する1層あたりの抵抗オーム、最も近いのはどれかと。はい。で、二次巻き線はスター結線として各層を 0.5 オームと言っております。で、これは、はい、元々のこの巻き線の抵抗値になります。はい。で、これに、二次回路で、抵抗を挿入することで滑りを調整すると。まあ、滑りを調整することによって回転数を 1200mph にするという形になります。はい。まあ、こうしたとき。挿入する抵抗はいくつにすればいいかという問題になります。はい。まあ、この問題結構、取りやすいですし、B 問題でも出題されやすいので、ぜひともこれは、確実に取れるように、していただければなと思います。はい。で、同期速度。これは4極で 50Hz なので、はい。1500mph と。NS ですね。はい。で、はい。滑り。1200にしたいという場合については、はい。滑りはいくつにすればいいかと。はい。で、これ計算しますと、0.2。要は 20% ということですね。はい。滑り 20% という形になります。で、今、これ問題でですね、4% というふうに言ってますので、はい。今、添え字でちょっと表してますけどね。20% の時の滑り。まあ、これはいらないかもしれないですけどね。4% の時の滑り。で、この時っていうのは、はい。巻き線型の比例推移では、こういうふうな公式があります。R2 足す R。これは元々の巻き線ですね。巻き線の抵抗値。に、二次回路を挿入。はい。で、これは比例しますよと、滑りと。はい。で、これは20対4。全部それぞれ値を入れていきます。0.5 プラス R 対、これは 0.5 ですね。はい。で、これは5倍になってますと。はい。これは5倍になってますと。こういうふうに考えられるんですね。まあ、ここまでくればもう暗算ですね。これは、じゃあどうすればいいかというと、2.5 オームという形になりますので、気をつけなきゃいけないのはここですね。はい。
この合算が 2.5 オームなので R というのは 2.5 から 0.、 もともと 0.5 を引いた値ですね。なので 2.0 オームという形になります。はい、でこれ回答あるんで結構気をつけた方がいいですね、はい、2.5 オームだっつって選んでしまうと間違ってしまうと、はい、冷静に判断していただければと思います。じゃあ次、平成4年流動期最後の問題になります。はい、まあ、こちらもかなり特殊な問題ですね。3層 200V の電源に接続されていて滑り 4% で運転している3層誘導電動機があります。でこの電動機で一時が一層の抵抗が 0.22 オーム、一時一層あたりに換算された二次抵抗が 0.24 オームと、はい、で抵抗値を教えてくれています。でこの電動機の発生動力キロワットとして正しいのはどれかと、で漏れリアクタンスおよび0時の影響は無視すると、で逆に言うとこれがちょっとないと解けないんですね。はい、はい、実はですね情報としてなんか少なそうに見えるんですけども、はい、これを与えてくれていることですね。電流は出せるんですね。はい。で、これが、ちょっと書いたり書かなかったりで申し訳ないんですけども、平成4年の問いの23ですね。はい。で、これも、ちょっと面倒であるんですけども、等価回路をしっかり書いてですね。どこが無視されているかっていうのを、確認しながら解くことが安全かなと。はい、もちろん、ご自身で試験じゃなくてですね、学習される際には、まあ、なるべく図は書くようにした方がより理解を深めて勉強ができますので、はい、で0時電流はこれ無視ですね。ここが無視と、はい、なので、まあ、ここに流れる電流を求めようと、はい、で気をつけください。これは問題で与えられているのは線間電圧なのでルート3分の1する必要があります。これも非常に忘れますので注意ですね。はい、はい、で電流、これは、まあ、誘導器の公式にもなっているところでもあるんですけども、はい、電源3種ではあまりですね、頻繁には使わないと思うんですけどね、電源2種になってくると、ごめんなさい、これ1です。はい、電源2種になってくると、この式っていうのは結構多用することはあるんですけども、たまに、電圏3種でも出題されることがあると、はい、まあ、こういった形で、まあ、下はインピーダンスですね、普通にインピーダンスです、はい、ただ今回は、はい、この漏れリアクタンスと無視というふうに言っておりますので、はい、でこれはなんでこれ事情のルートしているかっていうのは、はい、複素数の計算をしているから絶対値を出すためにこういう行為をしているんですね。なので、虚数部がないということは、はい、この状態に置けますと、はい、ルートも事情もない状態に置けますと、はい、こういうふうになるんですね。まあ、これがちょっと難しいかなと思います。はい、で、200を入れてあげて、ルート3ですね。で、括弧、今与えられている値 0.22 で、0.24 を滑り、0.04 で割ると、はい、まあ、6になりますけどね。はい、でこれを計算しますと電流値は 18.6 アンペアと出てきます。はい、じゃあ出力を出したいと思います。はい、で出力っていうのはこういうふうに表せます。でこれは
公式を確認して、こういうふうに表せるというふうに、皆さんも確認してみてください。 i2 じゃないですね、 i でやってるから i にします。失礼しました、はい、で、かける、これ3倍ですね、注意です、3倍ちょっと前に書いた方がよかったですけど3倍ですね、はい、で、上はで 4% なので、0.96 と、で下は 0.04 と、はい、で、かけることの、はい、R2 は 0.24 かけることの、18.6 の2乗と、でかけることの3倍と計算をしますと、はい、いきなり飛んでしまいますが 6kW というのが出てきますと、はい、なので3番という形になります。はい、最近の問題で、こういった問題はあまりなかったと思いますので、まあ、いざですね問題で出題された場合には、対応できるように頭の片隅にですね、こういった、リアクタンスを無視する場合もあるんだというのを、把握しておいていただければ対応できるのかなと思いますので、ぜひご自身で解いていただければと思います。はい、じゃあ最後同機器ですね。はい、まあ、実は、講座の方では、3問実はやっているんですけども、はい、この平成27年の問題できませんでしたので、今回こちらの解説をいたします。はい、じゃあやっていきます。平成27年度の問い4という形で、定格電圧、定格電流、力率1で運転中の三相同期発電機、はい、発電機、同期機については発電機の場合と電動機の場合がありますので、しっかり、見極めて、取り扱いに注意してする必要があります。同期機なのか、あ、ごめんなさい、発電機なのか電動機なのかで、取り扱いが変わってしまいますので、誘導機であれば基本的には電動機の計算しか出ませんので、そこは大丈夫なんですけども、同機器については発電機電動機2種類ありますので注意してくださいと。で、百分立同期インピダンスが 85% 0次電流を変えないで無負荷にした時、この発電機の端子電圧は定格電圧の何倍になるか、最も近いものを選べという形になっております。はい、つまりこの発電機の端子電圧は定格電圧の何倍になるかと言っております。でここはですね、無負荷にして、はい、0次電流変えてません、0次電流変えてません。で無負荷にしたということは、負荷電流がゼロになってますので電圧効果はなくなってます。はい、なので何が言いたいかというと、誘導機電力 E、はい、これがそのまま端子電圧に出ている状態になります。端子電圧に出ている状態、はい、というふうに考えます。なので何を求めようとしているかというと、この今誘導機電力を求めようとしているんですね。はい、まあ、誘導機電力を求めて、それがこの定格運転状態の電圧、端子電圧に対して何倍になりますかというのがこの問題です。で、これは値が一切ないですね。はい。この 85% というのと、力率1というものしかないんですよ。はい。情報が限りなく少ないですね。はい。じゃあ、これはどういうふうに解くかと。電計算集ではですね、あまり多用はされないんですけども、今回これ単位法になってますね。回答が、それぞれ、1から始まって 1.4 という形で、これは単位法なんですね。はい。つまりこれ 1.0 というのは 100% ということですね。はい。これ発電機なので、まあ、右から、ごめんなさい、左から右という形で、回路の方を書いております。で、ここが今、0.85PU、85% というふうに言ってましたので、はい。で、これはあくまで定格電流が流れた時ですね。はい。で、これは同期インピーダンスです。XS。INXS というのが、これ電圧効果ですね。これが 85% と言っております。はい。で、定格の端子電圧、まあ、ルート3はあまり今関係ないんですけども、はい、これが
100%。これに対して、はい、このリアクタンスでの電圧効果が 85% ということを言ってます。で、今これは力率が1です。はい、力率が1です。はい、でこれが今 0.85 と言っているんですね、はい、はい、ここがですね、はい、で、やっぱ同機器がですねベクトルをしっかり理解する必要があります。はい、で、基本的にベクトルを書くときはですね基準に端子電圧を置くことをお勧めします。はい、でそうすると、はい、これが端子電圧、はい、これを今、1というふうに置きますと。で、今、力率1よりですね、端子電圧と同相なんですね、力率1っていうのは。はい、これは、cosθ1 よりです。で、ここの電圧ベクトルというのは、こいつっていうのは、はい、jωL ですね。はい。で、これはプラスの J なんですね。プラスの J。これは、はい、90度進めるんですね。はい。進めるんですね。なので、これに対して、この X がかかることによって、この IN に対して90度、進んだ位置にベクトルが来ると、はい、こういう形になります。はい、こう90度ですね。で INXS と、はい、これがここに対して90度と。でこれは両方とも電圧なんで、今これが 0.85 と言ってます。でこれの合成が、はい、誘導起電力 E になりますと。はい、で、これ今なんか、ごちゃごちゃ書いてしまったので分かりづらいんですけども、まあ、ここまで落とし込んでしまえば皆さんはもう分かるかなと思います。はい、1に対して 0.85 高さですね。はい、ということはここはピタゴラスの定理で1の2乗足す 0.85 の2乗ということで求まると。はい、なので、はい、この E の割合っていうのは、はい、まあ、1の2乗は E ですね。はい。で、0.85 の2乗をすることで、はい、答えとしては 1.31PU という形になります。はい。で、今、定格電圧に対して何倍かと言ってますけども、定格電圧はそもそも今これ1というふうに置いているので、1PU というふうに置いているので、まあ、1.31 倍ということですね。はい。ということで、はい、回答したら4番という形になります。はい、で今回は誘導器と同機器の解説を行いまして、機械基礎特訓の方も、一通り4機をやりまして、直流器、変圧器、誘導器、同機器という形でやりました。やはり機械攻略という意味ではこの4機っていうのは非常に重要なウェイトを占めておりますので、もう本当にですね4機マスターすれば機械合格できると言っても過言じゃないぐらいですね、それぐらいの、問題数がありますので、4機はもう確実に、マスターというのは難しいですけども、確実に取れるような状態に持っていければ機械合格も近づくのかなと思いますので、頑張っていただければと思います。はい、それでは最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。以上で終わりになります。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。